将軍。武器庫が元に戻った今なら物資が乏しくなってもここで補充できるね。今すぐ必要なものは何があるか見せてくれ。見てってくれ。お聞きの曲はラジオフリーダムです。ニュースがないのがいいニュース。皆さんの無事を祈ります。ボートです。建物の上に乗っています。あれは USS コンスティチューション。スキャン中、スキャン中。戦前の記録にアクセス中。記録発見。第108歩兵連隊第2大隊、聞こえますか？プロビデンスです。連邦議会軍の隊員は助けが必要な時に我々の元に送られます。俺は陸軍にいた。だが連邦議会軍とは何だ？議事規則です。宣言3、アメリカ陸軍の全ての隊員はこの宣言によって連邦議会軍の隊員となる。船長はあなたにブリッジに来るよう求めています。大急ぎでお願いします。使用許可をリクエスト中。これは誤解に違いない。あんたたちに招待されて船に乗ったんだ。あなたのコアプログラムは客を傷つけてはいけないと命令しています。記録なし。承知しました。船長、警戒態勢を解除します。建物の上に乗っています。あれは USS。君に全て任せる。お返しか。見張り台に左舷選手から2ポイントのところを調べさせろ。素早く頼む。承知した、船長。我々の兵士は到着した。一等航海士が君に苦労をかけすぎなかったことを願っている。連邦議会軍を見たのはもう遥か昔だ。一等航海士、連邦議会軍。なぜそんな風に話す？これは我が海軍の誇りだ。USS コンスティチューションの司令官として乗組員の間に礼儀正しさについての一定の基準を設けることは私の特権だ。そもそもあんたはなぜここにいるんだ？この船に。遺跡だぞ。この船が我々の偉大な国家の海軍力の中枢だったことは一度だけではない。彼女は再びそのマントを身につけるのにふさわしいとは思わないか。あんたがここの指揮を取ってるのか？本当に？指揮系統によって任命されたからだ。最も威厳のある海軍大将から始まって最も身分の低いセントリーボットまでつながる輪だ。武装した仲間たちが全員命を落とした後、私はやむなく指揮を取った。あんたの見張りにここに来るよう言われた。なぜだ？認めよう。我々は君の助けが必要だ。君は試練の時にこの素晴らしい船にやってきた。その軽やかな泊まり木に長い年月をとどめている。呪ってやる、ウェザービー貯蓄貸付組合め。お前たちを軽蔑する。それはかなりの苦境だ。私を一番苦しめるのは戦争努力に貢献できない自分の無力さだ。ガンデッキからの標的はネズミとろくでなしくらいしかいない。軽口はもう十分だろう。任務遂行のためコンスティチューションのシステムを修理する必要がある。もしあんたに助けが必要なら報酬の一部を前金でもらう。
なんという異例の要求だ。もし君が海軍にいるなら制約を思い出させる。だが兵士としては即時払い可能な働きに応じたボーナスを認めよう。パーサーと相談しなさい。岩盤長君と航海士君と相談しなさい。君の指令を取り継いでくれる。解散。活気があるな諸君。スカベンジャーが接近中だ。兵士よ、大砲発射よ。これは何だ。あなたのご参加は当ユニットにとって大きな名誉です。もし私が参加しなかったなら私のプログラミングもそれを誤りだと思うでしょう。船長万歳。あんたよくそうやって口を挟むのか。はい、その通りです。私は溢れ出る活力から声を上げます。これらの素晴らしい言い回しと過去の異物を心から受け入れるために5回再プログラミングされたからではありません。私の金属の心臓は船長への激しい愛と好意によって燃え上がります。バズ。なぜあんたは再プログラムされたんだ。船長が絡んでるのか。これは訓話としてだけお話しします。船長は全ての乗組員に上品な言葉遣いをすることを求めました。私たちは聖殿の伝承者なのです。彼が狂っていると思った時もありました。でも新しいプログラミングの下では彼の計り知れない英知を感じます。私たちの前回の海上遠征隊は切望されていた物資と共に勇敢に帰還しました。交換用の電力ケーブルも含まれます。ああ、手足の深刻な欠如によりケーブルの修理という作業は私には適さないと分かってしまった。誰か他に修理できるやつはいないのか。残りの乗組員はもっと軍事的な仕事のためにプログラムされています。そしてあえて言わせてもらうと彼らはこの試みにおいて使い物になりません。ああ、もし私が元気旺盛だったら。しかし運命は残酷だ。どうやって腕をなくしたんか。それは一番調子が良かった時に私から盗まれたのです。まるまる2世紀間もの保証が残っていたのに。私は果敢に船のシステムを守ったのですが、その時に腕はクズスカベンジャーに吹き飛ばされました。船医がまだここにいたら。船に外科医がいたのか。彼に何があった。悲しいことに彼はもういないのです。スカベンジャーとの非常に忌むべき戦いの犠牲になりました。彼の死は本当に辛い損失です。周りを見てください。船長のビジョンが私たちをここへ導きました。でも
コンスティチューションを再建したのは手術医です。彼の仕事を引き継ぐのが私たちの義務です。あなたがこの問題を解決したら私のところに戻ってきて、果てしない感謝の気持ちをぜひとも受け取ってください。看板長、コンスティチューションに電力が戻りました。長い間植えていた彼女のシステムが命のきらめきを見せています。心からのお祝いを。バッザイ。しかしながら送電網にさらなる不具合があることが明らかになりました。恥ずかしながら私が不満を言ったパワーリレーは激しく変動しています。なぜ恥じるんだ。指揮を削ぐからです。私が船長に対するあらゆる種類の根拠のない不平を言っていた暗い時期がありました。この船を動かす方法、私たちの神聖な任務についての最もらしい話。しかし今私のやり方の悪い点に気づきました。あなたの手助けがあれば償いができるかもしれません。パワーリレーコイルは極めてありふれたパーツです。近くの小売店主を調べてはいかがでしょうか。何らかの助けになることは確実です。すべて順風満帆でありますように。異常なし。甲板長、電力は安定しています。あなたを称賛したいところですが、私には拍手をする手段がない。でも万歳万歳です。じゃあもう電力に問題はないんだな。一つもありません。私たちのケーブルを本物の本流のように流れています。こう申してはなんですが、手術にも誇りに思うでしょう。これ以上の援助は求めません。しかし私たちのナビゲーターさんもまた問題に悩まされています。誘導システムが寿命だというのはただの噂です。もしまだでしたら彼に話しかけてください。さようなら。どうどう、兵士さん、スカベンジャーの脅威は排除された。損害評価は当ユニットの予定任務完了後に開始。なぜスカベンジャーは攻撃してきたんだ。スカベンジャーは船を17回攻撃、船のシステムの 13% を破壊、貯蔵庫の 5% を摂取。論理エラー。船の保護は必要な場合に限り、船長はスカベンジャーの抹殺を認める。17回も攻撃されたのになぜ反撃しない。大規模メンテナンスが必要な場合、当ユニットは船長のコアプロセスを提案する。誘導システムオフライン、多重エラー検出。第一エラー、誘導チップ盗難。当ユニットはその返却を求める。助けてやる。どこにある。人間のスカベンジャーに盗まれた。スカベンジャーの前方偵察局でチップを取り戻せ。船長はその返却に対し報奨金を出すことに同意する。絶対に必要な場合を除いて実戦兵器の使用は禁止だ。船尾のボートのロック解除、お使いください。おい、何か。そこで待て。求めていますか。
撃つな。あのクソタレどもは私たちの命令で船を攻撃したんじゃない。とにかく奴らはあんたを殺そうとはしてない。クソロボットたちを殺したかっただけ。じゃあ奴らはスカベンジャーだがあんたと一緒ではないのか。一応一緒にいたけど本当に協力し合ってたわけじゃない。誰かが指揮を取ってはいない。でも取り決めはある。全員が一緒に仕事をして分け前は平等にする。あんたが楽々と船に乗り込んだ時あのクソタレどもはカッとなった。奴らは取り決めを破った。そして罰が当たった。それにしてもどうやって乗り込んだ。あんたは確実に蜂の巣にされると思ってた。彼は俺が陸軍の退役軍人だと知ってた。だから船に乗せたんだ。軍隊の話？それは旧世界のわけのわからないことじゃないの。まあ何でもいい。じゃあ内部を見たんだね。引き上げた品々、本当の宝の山。姿を現して売りに出されることを待ってる。中にあるガラクタは本当にそんなに価値があるのか。ああそうだよ。それがあれば数ヶ月はダイヤモンドシティをある程度守れるだろう。私たちもう二度と地べたで物乞いをする必要がなくなる。じゃあブリキ艦と喋ったんだね。なんて言ってた。アイアンサイズはあんたが誘導チップを盗んだと言ってた。返してほしいそうだ。やつの誘導チップか。わかった。やつがそれを何に使うか知ってるかい。ロケットだ。彼の船の脇にあるクソでかいロケットだよ。イカれてる。きっとそれが必要な理由があるんだろう。あんた本気であの脳みそボルト野郎を助けたいの。あのロボットをぶっ潰して私たちと仕事しないかい。近くにもっとたくさんの仲間がいる。私たちの勝利は時間の問題だよ。こいつと取り分を分け合うのは嫌だ。デイビス、私たちに逆らう気？あそこで何か魔法でも使えるわけ？この人はカオパスで乗船できるんだから黙ってな。あのブリキ艦野郎を徹底的に叩き潰す手伝いをしてほしい。無理だ。アイアンサイズを助けている。じゃあくたばっちまいな、クソ野郎。撃ち殺されないだけありがたいと思え。さっさと出て行ってくれ。報復の日が近づいてる。あ？航海士君と相談し。航海士君。よう、兵士さん。チップ回収を確認。報奨金分配中。診断後、一つのエラーが残存。誘導レーダー送信機は機能していない。交換が必要。送信機の問題は何だ？診断は不完全。機能中のミスターハンディがないため、詳細分析は不可能。地図に指定された座標でポセイドンレーダー送信機を回収せよ。追加の報奨金は任務完了後に分配されます。私の使用も
原子は何だったのかも気になります。私はまだ原型を保っています。建物の上に乗っています。あれは USS フォーシティチャー。フォーシティを守っています。現在の速度を維持すると目的地への所要時間は無限です。航海士君。よう、エイスさん。誘導システムの機能が完全復帰。報奨金分配済み。船長との対話を開始することが必要です。異常なし。船長、君は私たちの気高い船の役に立ってくれた。血を流さずに誘導チップを取り戻してくれたことを嬉しく。スカベンジャーは私たちに致命傷をもたらしたけれども、私たちの目指す場所は下劣な復讐よりも崇高でなければならない。なぜスカベンジャーに危害を加えないでほしかったんだ。彼らは私の命を危険にさらす。あの人手なしどもは私の部下たちを大勢殺した。私たちには最小限の人員しか残っていない。あの汚れた悪党どものせいで。しかし彼らは連邦の市民だ。私たちが外国の侵略から守ることを誓った市民だ。皮肉なことだ。最後の仕事における君の注目すべき奮闘ぶりには報酬を与えねばならないと考える。私たちは間もなく神聖なる任務に乗り出す。全部やり遂げたと思ってた。私たちの存在意義は取り組む課題の重要性によって決まる。喜びを込めて逆境を跳ねのけるのだ。この船の近くの工場からターボポンプベアリングを調達する必要がある。確実に危険な任務になるだろう。だが君なら成功すると信じている。